適度な希釈度で塗料を調合した場合でもですね、えー、とエアブラシで塗装する時に一気に吹きつけてしまうと、えー、希釈しすぎた時と同じように塗料が流れてしまう場合がありますんで、えー、軽く吹いて乾かして、えー、さらにまた軽く吹いて乾かすというふうにそれを繰り返しながら、えー、全体に塗、えー、膜が均一になるように塗装するようにしてください。